どうもこんにちは、中野敦です。それでは4本目の動画を撮りたいと思います。4本目は1頭までの道のりについて話したいと思います。僕の動画見てる人だったらわかると思うねんけど、まだ5頭までしか当選してないよな。かなり険しい、時間がかかるな。まあ僕の場合一口しか購入してないからな。多くても3口しか購入しないから、だから他の人より当選回数は圧倒的に少ないし、1頭も普通だったら一番時間がかかると思うねんけど、5口購入しても1頭はなかなか当選できへんもんな。年単位で当選できたらいい方、普通は何十年購入し続けても1頭なんて当選できへんからな。5口購入しても、それを僕は1口から3口で継続購入して1頭目指しとくから、だからなおさら他の人からしたら無謀やと思うね。まあ僕みたいなやり方でやってる人もいると思うけど、やっぱり5口は最低購入してるもんな。ほとんどの人は、少なくても多い人はほんまに10口以上購入して1頭目指してるけど、僕みたいに一口購入で高額当選目指してる人はほとんどいないと思う。まあ僕はこのスタイルを変えることはないけど、そのために必死にこう予想をして、それで高額当選目指してる。とにかく予想に時間かけてる。まあたまに早く済む時はあるけど、でも予想はかなり時間かけてるから、その口数が少ない分、まあこのやり方で高額当選目指したいと思います。それでは結果報告、8時半から9時の間に投稿したいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。